租税、租税、租税とは国や地方公共団体、政府等が公共財や公共サービスの経費として法令の定めに基づいて国民や住民に負担を求める金銭である。現代社会においてほとんどの国が物能や労働ではなくお金、お金、その国で使用されている通貨による納税方法を採用しており、日本では税金と呼ばれている。 税制、税制、租税制度は、歳入、財政の根幹及び、政治経済、形成催民そのものである。商売や契約、取引等の行為及び所得や有形無形の財産、などに対して、税を付加することを課税、課税された税を納めることを納税、徴収することを徴税、それらについての事務を税務という、政府の財政状況において、 租税徴収額を減額することを減税、逆に増額することを増税という。政府がお金の価値を保障することと租税の制度を存続させることとは表裏一体で、日本においては明治時代の紙幣、再建経済への移行期に地祖改正を行い通貨による納税制度を取り入れてる。政府がお金の価値を保障することは、金正社会移行において、 治安と並んで国家的機能の重要な働きの一つで国内的なあらゆる取引における一定の価値及び安全性を保障するものであ。なお、何よりもまず念頭に置かなければならないのは税制改革が法改正であるという事実であり、日本では昭和63、1988年、竹下登内閣のもと賛否両論を抱えたまま消費税を3%とする。 税制改革法が採決、施行され、同法に基づき平成元、1989年に消費税法が施行された。政府は国家の基盤的機能を維持するため、個人から生策余奪の権利を取り上げ、社会的ジレンマや外部性、フリーライダーを回避する施策を検討しなければならない。租税には、次の4つの機能、効果があるとされている。 租税制度に関する一般的な基本原則として、アダム・スミスの4原則やワグナーの4大原則、9原則、マスグレーブの7条件などの租税原則が知られており、それらの理念は公平、中立、簡素の3点に集約できる。それらはトレードオフの関係に立つ場合もあり、同時に満たされるものではなく、公正で偏りのない税体系を実現することは、 必ずしも用意はない。主事の税目を適切に組み合わせて制度設計を行う必要がある。租税法律主義とは、租税は民間の富を強制的に国家へ移転させるものなので、租税の負荷、徴収を行うには必ず法律の根拠を要するとする原則。この原則が初めて出現したのは13世紀イギリスのマグナカルタである。 近代以前は君主や支配者が恣意的な租税運用を行うことが多かったが、近代に入ると市民階級が成長し、課税するには課税される側の同意が必要だという思想が一般的となり始めていた。合わせて公権力の行使は法律の根拠に基づくべしとする法治主義も広がっていた。そこで課税に関することは、 国民イコール課税される側の代表からなる議会が制定した法律の根拠に基づくべしとす基本原則、すなわち租税法律主義が生まれた。現代ではほとんどの民主国家で租税法律主義が憲法原理とされている。租税が課される根拠として大きくは次の二つの考え方がある。租税制度は仕組みの異なる様々な税目から成り立っている。 それぞれの税目には長所と短所があり、観点の違いによって様々な分類方法がある。税負担の尺度となる課税ベースに着目した分類として、所得課税、消費課税、資産課税等がある。OECD 諸国における各国平均の課税割合を右に記す。近年では就労の促進や所得再分配機能の強化等を目的として、 所得課税などに対する給付付き税額控除の導入も進んでいる。給付付き税額控除は制度の複雑化や過後支給、不正受給などの課題を伴う反面、課税最低限以下の層を含む低所得世帯への所得移転を税制の枠内で実現でき、労働供給を阻害しにくい、制度設計も可能であることから格差税制や 消費税などの逆進性対策に適するとされる。勤労所得や就労時間の条件を加味して、就労促進策の役割を担う勤労税額控除はアメリカ、イギリス、フランス、オランダ、スウェーデン、カナダ、ニュージーランド、韓国など10カ国以上が導入している。子育て支援を目的とする児童税額控除はアメリカ、イギリスなどが採用しているほか ドイツやカナダなども同種子の給付制度を設けている。消費税の逆進性緩和を目的とする消費税逆進性対策税額控除はカナダやシンガポールなどが導入していい。租税は課税権者に応じて国税と地方税に区分できる。子ども手当のような生存保障の支出は国が全額財源を負担するのが論理的には一貫するが対人社会サービスなど 現物給付については、地方自治体が供給主体となる。国税では富裕層への課税や、強制的正に、応能原則が重視されるが、所得の高を問わないユニバーサリズムの視点からすれば、地方税に関してはむしろ全ての参加者が負担する、配分的正に、公益原則、水平的公平性が基準となる。国税の課税権者は国、地方税の課税権者は、 各地方自治体となるが、地方税に関する税率などの決定は、必ずしも、各自治体の自由裁量ではなく、税率の上下限など、国によって様々な形での制約が設けられている。チェコ、デンマーク、フィンランド、アイスランド、ノルウェー、ポルトガル、スペインといった国々では、地方税の税目に対して、上限と下限量法制限が存在し、オーストラリア、ベルギー、 フランス、ハンガリー、オランダ、ポーランド、スイス、イギリス、アメリカなどは上限のみが存在する。イタリアの州生産活動税のように国が定めた標準税率を基準に税率の上限,限幅が決められているケースもある。日本では法人課税を中心に税率の上限、制限税率が設けられているが直接的に加減を定めた規制は存在せず。 同的拘束力のない標準税率を地方債の記載許可や政府間財政移転制度、地方交付税交付金の交付額算定と連動させることで、それを下回る税率の選択を抑制する制度設計となっている。上位政府による記載制限と政府間財政移転の双方を背景として地方税率が過方硬直的になっている例は、 日本以外の主要国には見当たらず、日本の標準税率制度は国際的に見てもかなりユニークな制度であると言える。租税は特にその使途を特定しないで徴収される普通税と一定の政策目的を達成するために使途を特定して徴収される目的税とに区分できる。目的税は公的サービスの受益と負担とが密接に対応している場合は、 合理性を伴った仕組みとなる反面、財政の硬直化を招く傾向があり、継続的に妥当性を吟味していく必要がある。具体的な商品やサービスの価格を通じて税が、納税義務者から消費者に転嫁されることを予定した、租税を間接税といい、それ以外の租税を直接税と呼ぶ、タバコ税や法人税は両者とも消費に転嫁されているが、タバコ税は、 具体的な商品のため間接税となる。法人税は具体的な商品やサービスではないため直接税である。日本の税目では所得税や法人税などが直接税であり、消費税やタバコ税などが間接税である。直接税はオフショア市場の活用により税収が減っている。数量あたりで税率を定めた税を重量税。 価格単位で課される税を重課税という。納税者の単税力、すなわち、租税の負担能力に応じて負荷する、立場の考え方を応能課税、公共サービスの受益に応じて課税すべきとする、考え方を応益課税という。租税は、公益サービスのための財源であることから、少なからず応益課税の要素が内在するが、個別の受益と負担との関係が、必ずしも明確でなく、 公益負担だけでは成り立たない。地方税は地域住民による負担分認という性格上、公益課税の要素がより重視される。税の徴収方式としては、申告課税と付加課税の二つの方式が主な方式となっている。付加課税方式は、各政府が納付義務を持つ者に税額を計算して付加するものであり、申告課税は逆に納付義務を持つ者が自ら、 税額を計算して政府に申告するものである。付加課税方式は近代までは中心的な徴収方式であったものの、20世紀後半に入ると申告課税が主流の納付法となった。このほかいくつかの国家においては納税者への給与等の支払いの際に、その雇用者があらかじめ税額相当を転引きしておく、いわゆる厳選徴収が行われている。また、 文書に大使収入因子を貼り付けて納付する因子納付もある。租税の歴史は国家の歴史と密接に関連する。極端な増税は農民など税の負担者を疲弊させ反乱を招き国家の滅亡につながることもあった。歴史的には労働、兵役やその地方の特産物等による納税が行われた時代があった。例えば万里の長城など、 歴史的な建造物の多くは、強制的な労働力の挑発より作られたものと考えられている。租税制度は主に次のような変遷を遂げた。原始には、神に報じたものを再分配する、という形をとっていたとされている。社会的分業によって、私的工作や家内工業の発展とともに、集団の中で支配者と非支配者が生じ、支配者は非支配者から、 財産の一部を得るようになった。これには、非支配者が支配者に差し出す、犠牲的効能と支配者が非支配者から徴収する、命令的負荷があった。古代の税としては、仏能と不益が主に用いられた。仏能は農村においては穀物を主とする収穫が主であり、それに古代においては貴重品であった布や、その地方の特産品を特別に納付させることも行われた。 不益は税として非主配者に課せられる労益のことであり、土木工事などの公共事業や領主支配地における工作など様々な形態をとった。古代エジプトのパピルス文書に当時の農民に対する厳しい作種と免税特権を持つ新官、初期に関する記述がある。古代インドのマウリア町では農民に対し収穫校の4分の1程度を付加し、 強制労働も行われていた。ローマ帝国の税制の基本は簡潔であり、属州民にのみ課される収入の10%に当たる、属州税、10分の1税、ローマ市民と属州民双方に課される商品の売買ごとにかけられる2%の売上税、50分の1、ローマ市民にのみ課される遺産相続税や解放奴隷税などであった。3世紀のアントニヌス直令以降は、 国庫収入が減少し、軍団編成費用などを賄うための臨時課税が行われることもあった。マルクスユニウス・ブルートゥスは、属州の長官に赴任したとき、住民20年分の税の前払いを要求した。古代中国の官の主要財源は、産婦、人頭税及び、財産税、伝送、擁益、労働の提供であった。北において、伝が成立した これに基づいて、北州が、蘇陽町の税制をはじめ、党でもこの税法を、当初は引き継いだ。しかし、幻想期に入ると、土地の収積が進み、近年性が崩壊し、土地の存在が前提であった、蘇陽調制も同時に崩壊したため、780年には、特措の最小要塩によって、両税法が導入された。これは、税の簡素化と実情に合わせた変更によって、 税収を回復させる試みであ、移動民に至るまで歴代王朝はこの税法を維持し続けた。しかし秋代に入ると、再び税制の実情との会議が起こり、税制は複雑化したため、16世紀末の万歴定期において、最小長巨星が税を、低税,税、人道税と地税にまとめて、銀で一括納入させる一条弁法を導入した。新代に入ると、 長銀を地銀に繰り込んで一本化した地長銀製が導入された。イスラームを国境とするいくつかの王朝では、ズインミー、イ教徒、キリスト教徒、ユダヤ教徒などに対して、地図や人頭税の徴収が行われた。この方式は7世紀のウマイヤ朝を起源としている。政党カリフ時代には、税制は未だ未整備であったが、ウマイヤ朝期に入る。 アラブ人以外のイスラム教徒、マワーリー及び、異教徒からジズやトラージュ、土地税の双方を徴収することとなった。しかしこの方式はマワーリーからの大きな反発を招き、アッパース革命を招くこととなった。こうして成立したアッパース朝はマワーリーからジズヤの納入義務を撤廃し、また、アラブ人のイスラム教徒であってもハラージュの納入を義務付けた。こうして成立したジズや 異京都への人頭税とハラージュ、全国民対象の土地税の日本建ての税制は、イスラーム省庁の基本税制となって広まっていった。中世ヨーロッパでは、封建制が取られ、土地を支配する、封建領主は土地を耕作する農民から効能を得て、生活していた。効能のほか、領主直営地における、不疫農耕も重要な税の一つであった。その代わり、領主は統治者として、 領民を外敵から守る役割を果たしていた。領主の主収入は時代であったが、私的収入と公的収入が同一となっており、しばしば戦備調達のために臨時収入が課され、その後、領主は戦争や武器の改良、傭兵の台頭によって財政難に陥り、相続税、死亡税の新設や時代を挙げる。しかし、それでも賄いきれなくなった領主は、 特権収入に頼るようになる。ここで言う特権とは、中華、生炎、資料、炭鉱、後に、郵便、売店を指し、領主はこの特権を売り渡すことで収入を得た。特権収入の発生は、実物経済から貨幣経済への移行の一つの現れと見られている。貨幣経済が発達すると、新しい階級として、承認階級が生まれる。 土地は売買の対象となり、領主と農民の関係は、主従関係から貨幣関係へと変質した。貴族は土地の所有と時代収入を失ったため、商人たちに市場税、入試税、営業免許税、関税、運送税、鉱山特権税などを課す。これらは、租税と手数料、両方の側面を持っていた。 1624年にはオランダにおいて収入因子が初めて導入され、17世紀中にはヨーロッパの多くの国家に広まった。封建末期の貴族たちは商人たちから借金を重ねていたため、ついに徴税権を商人たちに売り渡す。この商人たちは、租税の大印を行う徴税受けおい人として、人々から税を徴収したが、増益分は自らの懐に入るため、 過剰な租税の取り立てが行われた。特に18世紀のフランスのアンシャンレジームの下では、3つの身分のうち、第一身分、聖職者、第二身分、貴族は免税の徳を持っていた。このため人々の租税に対する不満が高まっていく。1789年のフランス革命とこれに続く、市民革命によってヨーロッパの封建制は崩壊し、 立憲君主制が始まった。国家の収入は、形状収支としての租税が大半を占めるようになる。また、君主の私的収入と国庫収入が切り離され、租税収入が、歳入の中心を占める公共財政が確立し、現代まで続いている租税時代が始まる。またこの時代になると近代化とともに、不益は、ほとんどの地域において廃止され、 労働に対し国家が賃金を払って公共工事などを行うようになっていった。立憲制とともに租税法律主義も普及し、イギリスの権利の制限、権利の焦点などによって確立していく。さらにフレンチ・インディアン戦争による財政難からイギリス議会が営利をアメリカ民地に佐藤法や陰死法、茶税などのタウンゼンド処方によって次々と課税を試みようとしたことは、 アメリカ植民地を激行させ、租税法律主義に由来する代表なくして、課税なしという有名なスーンの下で、アメリカ独立戦争を引き起こすきっかけとなった。1799年、イギリスではナポレオン戦争の戦費を調達するために所得に、対して課税が行われた。これ以降、産業革命による資本主義の発達を背景に、 所得税を中心とした所得課税が世界に普及していい。ただし、初期の所得課税は高額所得者に対するもので、税収総額としてはわずかなものであった。20世紀には社会主義の台頭や社会権の定着によって、所得税、相続税の累進税率が強化された。しかし、1 9八十年代に入ると、企業意欲、労働意欲を高めるために、 税率のフラット化が行われた。また20世紀も中盤に至るまで、消費課税はある特定の商品のみにかけられるものであったが、1954年に一般的な消費すべてにかけられる、付加価値税がフランスにおいて導入され、以降世界各国において導入されるようになっていった。大部分の政治哲学によると、彼らが必要であり、そして社会に益するであるところの、 活動を集めるものとして税は正当化される。加えて、累進課税は、社会での経済的不平等を減少させるのに用いる、子ができる。この見解によれば、現代の国民国家において、課税は、人口の多数と、社会変動に益する。オリバー・ウェンデル・ホームズ・ジュニアによる、違った文章の意訳の、この見解の一つの通俗の表現は、租税は、文明の価格であるである。 クラウドファンディングのような自発的であるよりも、むしろ、税の支払いは、義務的で、法体系による執行であるので、いくらかの政治哲学は、権力と弾圧を意味するのを通して、租税を課税する政府を非難る、説盗としての徴税、強要、もしくは、奴隷制度、もしくは財産権の侵害として、もしくは暴政としてみる。カール・マルクスは、共産主義の到来の後に課税は、 不必要になることを推量し、そして、お期待する。中国におけることのような社会主義経済では、大部分の政府の歳入は、企業の所有権からの運用ったので、課税は重要でない役割を果たした。そしてある人々によってそれは金銭による課税は、必要でなかったことを議論された。租税選択は納税者が、彼らの各々の租税を割り当てる方法をもって、 よりコントロールするであろうことの理論である。もし納税者らが彼らの租税を受け取る政府の仕組みを選択できるならば、機械費用の決定は彼らのを寄せ集める。例えば、彼の租税を公立学校において、より割り当てる納税者は、公費負担医療においてより少なく割り当てるかもしれない。ジオイスト、A、ジョスとジョージスと並びに、は、同義制と、 同じく経済的効果の両方の理由で、課税は基本的に時代、特にその地課税を徴収すべきであることを宣言する。経済学者たちが同意する課税に対して時代を用いることの有効性は、このような課税は渡るつまり脱税することができずかつ、始終損失を生じないこと、並びにこのことがにおいて登記するような動機を除くことの事実に従う。 それの同義性は、指摘所有権は、労働の成果、A、プロダクツオブレイバーに対して正当化されるが土地とに、ついては、袖ない、ところのジオイストの前提に基づく。ラッファー曲線の一つの可能な結果は、一定の値を超えた税率の増大は、税収のさらなる増収に、対して反生産的になるであろう、ことである。任意の与えられた経済に対する、 仮説的なラッファー曲線はただ見積もることだけができる。そしてこのような見積もりはしばしば論争になる。は、税収最大化の税率の評価すなわち見積もりは70%の近辺の中間の領域をもって広く様々であることを報告する。多くの政府は、いびつのない租税によるかまたは、ある二重の配当金を与えるものである諸租税を通して、 割り当てられるもののところのものを超えたものである歳入を行う。最適課税理論は経済学の分野であって、それは最小の市住費用、A、デッド、ウェイトコストを持つかまたは構成の意味において最大の効用、A、アウトカムを持つように課税をいかに構築するを考える。租税はしばしば大型税率と呼ばれる、ある割合として課せられる。 税率についての議論での一つの重要な区別は、限界税率 A、マージナルタックスレート、もしくはマージナルレートと、実行税率 A、エフェクティブタックスレートの間の区別である。実行税率は支払われた租税の総計で割った、その支払われた租税の合計である。これに対し限界税率は収入を得た次の、円によって支払われたその税率である。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。